はい、というわけで再生ありがとうございます。おめペンでございます。エルドでございます。はい、エルドさんこんばんは。こんばんは。というわけで、モンスターハンターワールド実況、クルルヤック、まあ、通称山田、あれをねエルドさんと買っていきたい。やっさん、そしてねもう動画全然どうさ、なんか久しぶりにこうスカイプ音声入れようとしたら全然入んないってことになってね、エルドさんをねだいぶ時間を持てはえ待って、あの左上にの緑の矢印走ってるの君、そうだよ、あっち方面にいるんですか。じゃあこれはあの今もうこれね動画見てる人は分かんないだろうけど、25分ぐらいねあの待ってるわけです。25分経ってるの立ってる。その間になんか最初10分ぐらい暇してたらちょっといい獲物が来たんでずっと立ってる。そう、その獲物のところにちょっと合流しようか。じゃあ多分右側に今出たんじゃない。出た。クルラックを収容するしかメインには出ないな。え、いいかな。よかったよかった。待って、超道迷ってんだけど、こっちか。行き止まりなんですけど。難しいね、めっちゃ迷うんだけど。どっちだ、こっち。何？ん？なんか見つけた。ん？ん？分かんないけどそっち行く。見てください。VS 山田さんする前に君が何戦ってるのか見に行こう。お！リオレウスさんじゃない。ずっとやってる。20分ぐらい戦ってる。クルルヤックさんより先にリオレウスさん戦うの。あ、なんかね最初薬草だけ採取してたんだけど、うん、なんか見ちゃったよね。まあ俺が暇にさせてしまった俺が悪いからねそれは。うん、まあこっちは特に素材も美味しいから。まあまあそりゃね倒せりゃね。いや倒せる。もうダメ終わってる。私まだ初期防具だよ。初期防具もいいとこだけど大丈夫。よいしょ。そんなのいいよ。よいしょ。青。痛い。超痛い。回復のやつ入ってる。回復応急薬。応急薬持って帰れんだよね。応急薬は持って帰れない。応急薬はダメ。ややこしいね。地球用携帯食料持って帰れない。そう、携帯食料持って帰れない。尻尾切れてね。アイテムを持ってる。ややこしいね。うん、あー耳がやばくね。おいガードしちゃったよ。キラージ落ちるでしょ。うん、じゃあ、うわ死ぬ。ちょっと待って、一撃で食らいすぎじゃない。まあ、まあ、死んではいないけどね。確かにごくごく歩きながら飲めるのいいよね。おっせえけど移動した。移動した。尻尾ってどこ。尻尾はね一番右のエリアかな。エリアまたがって下がってんの今。すっげえエリア今って時間かかるのこいつは。どこだ。じゃあ右のエリア、一番右の方のエリア。マップ出てる。出てっかな。一番出てると思うけどな。一番右のなんかキノコいっぱいあるようなとこ。キノコいっぱい。どこだろう。クルリアックは多分ムービー入ると思うから。違うの拾ってる。俺はクルリアックさん。セリフ入って俺どうなんだろうね。ムービー入ったら戦闘中ムービー入ったらどうなんだろうね。俺のムービーを見るのかな一緒に。わかんねえ。それはやったことない。尻尾探せますこれ。俺の言ってる方が合ってる。一番右のエリアとしか言いようがないかな。一番右。
今右上にいるんだけど。右上ではない、右の真ん中。右の真ん中。いるのかな。苦戦してる。あ、クルリアックさんなんですけど。いた。いた。指なしか。指なしだね。多分前に。なんかチラッとチラッと違うんだ、尻尾探すから。ちょっと待って、クルリアックさん待って。あ、分かった、なんでこのレース強いか。オンラインクエストだからだ。ああ、俺がいるからだね。そう、めっちゃ体力高えなと思ったけど。なるほど、それは尻尾を探したいんだ僕は。でクルリアックさんごめんね、もう一回僕は尻尾探してくるよ。いる場所なんとなく分かったから、ここら辺でしょう。マップ広すぎません？どこだい？ほ、一人で尻尾探すのすっげえ難しくね、これ。まあ一番右の方のキノコいっぱいあるところで何とか探してもらうしかない。キノコ、キノコ。あそこら辺かな。グルリアックさんはいいから、ちょっと待って。分かってる、どこにいるかもう知ってるから。そうだね、クルリアックの場所分かっただけありがたいかな。うん、偶然だけどね。サクッと倒していきたいね。尻尾ミニマック倒せるかな。倒すね、ほら、え、じゃあ右ってここじゃない、ここじゃない。洞窟か、洞窟だよね。洞窟じゃない、屋外だね。屋外、外なかったの？キノコ、キノコいっぱいあるところで、本当。いやー、俺まだこのマップ数回目だよ。これ、え、クルリアックさんいたとこではないのか。もうさらにどこにあるかが問題だからね、そのエリアの。確かに。そこ、ね、確かにじゃねえよ。いや、尻尾はちょっとごめん、諦めてもらっていい？クリアできるかどうかは怪しくなってる。クリアック20分か。そんな強いのこいつ。じゃあどのぐらいの体力になってるかわかんない。なるほど、尻尾あった、あった、キノコいっぱいあるし。クルリ東大元暮らしだわこれ、完全にクルリアックさんの近くになったわ。ありがとう、うん、そして彼を倒せば完璧だ。俺は真似したくなるよな。山田さん。と。元気だな。いいドスイッチモーション。あ、痛い。よしよし、いい感じ。とってもいい感じ。切れ味の切れ味の減少が激しい。買ってー、切れ味が。あ、持ってる。あ、持ってる。あ、そういうことか。やばい、やばくないこれ。やっほー。あら、クルリアックさん、あら、頭いいのね。武器使っちゃって、武器見てる、かわいい。癒し系じゃない。まあ、どこ行くねどこ行っちゃった。あは、待て待て、あはは、うふふ、キャッキャウフフ、キャッキャウフフ、キャッキャウフフ。速くね、足もっとやっぱ速い。さすがだね。このマップが一番多いの難しい。わあ、止まってるよ。なんだよ、ビビるからやめなさい。ロックンしたい。あ、なに？タワーの。ツタに入った。ほら、ご主人様ですね。思ったより短いわ。いやー、エクスペリアムス。だっ。懐かしい。いや、俺と言ったらやっぱこれやろ。エクスペリアムス。エクスペリアムス。完全にハリー側っていう。いや、手の石硬。
これはおわあ、石見てる、かわいいですね、かわいいですね、かわいくない、危ないムツゴロウさんも切れるときは切れるんですが、出てるわ、あや、肩、おっちょ、もう一回エクスペリ、あむす、にゃはー、エルドさんがレフ戦った間にクルリャクサをなんと片付けていきたい、何厳しいと思う、おう、キラージ落ちんのマジ早い、キラ砥石無限だけどね、多分砥石無限の整合性だよね、すごいキラージやめてほしい、その別にキラージ砥石で困ったことないから数であ、今までやっぱそれが逆に問題なんでしょ砥石なんかいくらでもあるからね、えめちゃめちゃ買うしさ、釣りしてたらキラージもたくさんなるしさ、切れ味のトークはやばいね、切れ味も100を超えてくるじゃない、しばらくやってると、まあ、クルリャクさん待ってくれ、待ってくれ、待ってくれ、いって待ち受けてた、ロックオン、いや勝って、怒ってるクルリャクさん、ごめんって。乗った。ゲットライド。シャッシャッ。ああ、おおおお。アクロバティック。サク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 。背中の腰あたりをヘルニアで苦しんだ私の腰を。あ、超高速属性解放できる。やば。うお。やば。フィニッシュ技だね。よいしょー、オーバーヒート、えいモンスターの攻撃を回避しきれないときはガードで耐えるという選択があります、分かってる分かってる、ガード分かってるから、なんか疲れてるよ、今出したね、瓶がもったいない、倒した、いやまだ、あらそっちもかかるね、こんなかかるとは俺も思ってなかった、オンライン補正やべえなこれ、すごいね2人でもそんな補正か、ね、こっちの方がむしろ倒せそうだね、すっげえダウンするんだけど補正できねえ、これかっこいい、マジ肩だけの解放切り、高圧切りだっけ、あ、治っちゃった、ピヨピヨ、あー、くすぶれました、派手だけど当たってねえんだよ、多分な、おい、かっこよ、あ、逃げた、超移動すんじゃん、こいつモンスターみんな移動バーン、かなり厳しい、まあリアルじゃリアルよね、倒した、それはこんな切られたら逃げるわ俺だって、やっと倒した、倒した倒した、お疲れさんです、道迷ってますと、あらそれもらいに行きたいけど遠そうだな、一番上の方だからね、どれが行くか、いや、はからずもクルリャックさんすげえ上向かってるわ、えっさ、ほいさ、とりあえずクエストクリアしねえとな、とりあえず10分しかねえ、やべえ、あれか、クリアしてからクリア、ハギに行けるのか、いけるけど、あそこはすっげえ遠いからな、一番上の、ま、消えんのかな、先にでも俺が倒してくるレフかけないとか、本末転倒、本末転倒、あいたたたたたたた、あ、飛び降りれば帰ってくるのはすぐだけどな、いや、ちょいちょい痛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 い、
問題はあれなんだ、戦闘してると死ぬべ虫が。今俺1、2分で帰ってこれたから、ハギに行けるって言ってる。あはでもせっかくならクリアクさんの最後を見届けていきたい。でも俺も待ってる。まあ補修で我慢してくれ、その時は。よいしょ、いい感じ、いい感じ、どーれ、うん、乗ってる。あ、どこ行っちゃうの、ちょっと、どこ行くんだお前。ちょっと私置いていかないで。あれなんか今よろけたせいでフィニッシュが出ない。待て、ヘイナイスです。こわつぎ、いや、どっせい、これが本気だ、かっこいい。ゲーム使いすぎ。お、足削った、足削ってる。チャージャックスの火力を舐めるなよ。だいぶおめめさん頑張ってるね。そんな俺攻撃してないもん。エルドさんは武器を俺に合わせてくれてるからね、今。ごめん、今レースのために本気出してた。本気出してるみたいです。でもそんな強いわけでもない。いや、もう私まだね、でも武器まだ1段階しか上げてない。ダメですね、やっぱね。寝るんじゃない、そんなの。待って、あれか、卵食ってねえやつ。卵、くるリアックさーん、あれですか、口から卵ってことはピッコロ大魔王的なあれですか。山田さーん。いや枯れたな、もうほ2人分の体力のくるリアックをほぼ1人だった。序盤ってこんなもんよね。うん、この人のポジションはヤンクックなのかな。ちなみにレウスはどこで死んだんだ。レウスは一応さらに上か、いけるの上上、いや、多分上これやってか、ほんとだ、死体出ない、あ、死体出てるか。ランゴスタ、ランゴスタ消えてる、消えてるんですか。ランゴスタ、ランゴスタを出てきてる、わかんない。まあ、でも尻尾割と残ってたから、あーっ、尻尾は多分飛ばせるんだけど、はあはあはあ、まあそれは前と同じ感じか。そうそう、で多分報酬来るから。あ、本当だ、来てる。あ、割と来るね。うん、V 破壊とクルミアップの混ざってるよね、V 破壊。これなんて思うんだろうな、騒がしい鳥読めない。一番しいいね。でもクルリャックさんはね、山田孝之さんのおかげですごい好きだからね。ね、見たかったらなんだこいつは、なんだこいつはなるからね、あんな。素晴らしいコマーシャルだわ、ほんと。あのコマーシャルはすごすぎる。はい、青マルチプレイでクエストクリアした。それで三角押すとまた戻んのか。戻っても多分下消えてるよな。見に行ってみる。あ、戻っても、あ、それはね。消えてるかな。あ、メインクエやってるときはあの拠点に戻った方がいい的なキャンプじゃなくて。あ、探索じゃなくて。そう。まあ普通に戻ってこいよって話ね。まあその方がいいだろうな。うん、一応そっちでもベストに切られるから連続の時はあるからね。あは、同じ場所でやる時はっていうことね。そう、うん、ふう。というわけでね、割と実はサクッと倒してるでね、録画してから結構経ってんだよね。うん、十何分経ってるかな。
20分経ってる。やっぱ俺30分ぐらいかかったんで、さすがに。すごいじゃない。はい、というわけで帰ってきました。ではここら辺で切らせていただきましょうかね。はい、ご視聴ありがとうございました。またね、おめぺんでございました。エルドです。エルドです。はい、またね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をして他の動画も見てみてくださいね。高評価、コメントとお待ちしております。